いらっしゃい。ようこそスナック NB ガブリエラ。ママのたかしです。キーママのひるきずむです。ペコのかみゅうです。3人合わせて NB ガブリエラです。こんばんは。じゃあ早速乾杯をしましょう。はい、じゃあ皆さんグラス片手に、はい、せーの、乾杯。あー、ヤングマン。はい、ということでヤングマンということで、ヤングマン、はい、本日は、来月とうとう、予定されております。とうとう大阪遠征の詳細をお知らせしたいと思います。教えてあげるわよ。しょうがなく教えてあげるわよ。はい、今回の大阪公演の目的は3つ。あら、はい、それのメインとなるのがこちら。あ、はい、じゃじゃん。YMCA 学院高校、ピンクシャツデー企画、はい、お姉がお届けする総合エンターテインメントNB ガブリエラトークライブ in 南 YMCA。 あー、 YMCA 止まらないわね。はい、こちらトークライブということで、まあ、講演会ですね、はい、簡単に言うとをさせていただくのが、2月の23日になります。あー、はい、楽しみだわ。もうすでに予約も開始されていて、フォーラムの方には予約ですとか、お問い合わせがたくさん来ているという報告をいただいております。とっても嬉しいです。はい、でこちらの詳細をですね、お伝えしようかと思います。お願いいたします。はい、一体どんなイベントなのかしら。はい、まず日時が2月の23日の金曜日の、昼の2時から夕方の4時まで、1時半会場になります。おやおや。はい、でこちらは定員が100名の予定で、参加費は1000円、高校生以下は無料となっております。あ、はい、まあ、ただ就学されていないお子様は、ちょっと入場ができないということになっておりますので、そちらご了承いただきます。就学されてなきゃダメなんだ。はい、でまずそもそもこのピンクシャツデー企画とありますけれども、皆さんピンクシャツデーってわかります？ちょっとピンク色存じ上げないですね。かわいいシャツ。まあそうだね、うんうん、まあ、簡単に言うとここに書いてあるんですけれども、そのかわいいシャツをある日カナダで着てきた男の子がいるんだね。おしゃれね。はい、でその男の子が学校でピンクのシャツを着てきたことによって、オカマだと言っていじめられてしまうという出来事があって、ちょっとひどいわ。そう、おこですね。おこだよ。はい、でまずそのおこした学生が、ピンクシャツを作って、これを、ある日学校に着ていこうと、でそれでいじめに対して抗議をしようという、呼びかけをしたんですね。ほいほいほい。そしたら、それに賛同した生徒たちがみんなピンクのシャツで、登校して、学校中がピンクのシャツになったっていう。かわいい。でその後いじめが自然となくなったという。なるほどね。素敵な話ですね。素晴らしいわ。はい、でこれが行われたことにちなんで、カナダでは毎年2月の最終水曜日がピンクシャツデーとして定められていて、現在では70カ国以上の国で活動が行われている。なるほどね。素晴らしいわ。はい、でこちらの、大阪の YMCA さんでは、この活動に連なって、地域社会と協力連携していじめの撲滅を目指しているそうです。なるほど。素晴らしいですね。一人の男の子が世界を変えたのね。一人の男の子の友達だね。あー素晴らしいな。連携だ連携だ。はい、ということで、我々はまあ LGBT の端くれ、なので、たまたまこちらの、大阪の YMCA で、企画が上がった時に、私たちの名前を出していただいて、ぜひその LGBT ですとかいじめについてお話をしてくれないかという企画をいただいたので、それに賛同させていただいて、今回、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で今回出演するという流れになりました。はい、なのでこの日は、いつものトークショーだと、あーとか言ってやってるんですけれども、まあ、その雰囲気を持ってきつつ、LGBT の話とか、いじめの話とか、まあ、我々のその体験談とかを皆さんと一緒にディスカッションしたりとか、お話しさせていただければと思っているので、ぜひ皆さん
参加よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあなんかこう楽しんでいただきながらこう LGBT についてですとかいじめについてのお話ですとかね、うん、そういったのをもう届きやすい何かこうメッセージとしてねお伝えできればいいですね、うん、そうですね、うん、まあなんかすごい大それたことを言う感じではないけれども、うん、まあこうやってなんかさうちらも楽しく生きてるじゃない。なんとかね。そうそう、うん、こういうなんかこう姿とかを見て元気になるって言ってくれる人がいるのであれば、うん、そこに飛んでいきたいよね。嬉しいよね、まあ、というお話です。はい、そして、うん、こちらの、企画なんですけれども、うん、このフライヤーにも記載があるんですが、うん、本企画は皆様の参加費と寄付金で開催します。素晴らしい、はい、趣旨にご理解いただきご協力をお願い申し上げます。寄付は YMCA 学院高校の窓口に振り込んでいただくことになるんですけれども、うん、はい、こちらの、振り込んでいただいた寄付金でこのイベントが開催されるということになりますので、うん、はい、賛同していただける方はぜひこちらにね下の概要欄にも、うん、はい、詳細を記載させていただきますので、うん、ぜひ一口よろしくお願いいたします。はい、一口おいくらなんですか。1000円からです。うん、はい、そうです、はい、一口5000円からで5000円受付させていただいております。それを寄付していただくと何かあるんですか。はい、このイベントの時にパンフレットをお配りさせていただくことになるみたいなんですけれども、うん、そこに寄付した方がご希望すればチラシというか宣伝の、うん、はい、スペースを確保させていただくというものになっておりまして、はい、よっこらしょ。あ、はい、まず金額によって大きさが違うんですけれども、うん、まあ、A4 の4分の1サイズから2分の1サイズ A4 フルで使う CM と、うん、広告ね、うん、を打たせていただくということができるみたいなので、うん、ぜひ何か宣伝をしたい方は募金の時に一緒によろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、またその詳細などもブログ、そして概要欄の方にも載せさせていただきますので、はい、そちらの方をご確認いただければと思います。そうですね、文書でちゃんと告知を再度させていただきますので合わせて見ていただければ幸いです。幸いです。幸いです。はい、ということで、こちらの YMCA 高校が2月の23日はい、そしてその翌日ですね。まあ大変だ。一体何かしら。今度2月の24日は、うん、神さんが東京で定期的に行っている、うん、大島かおるとゲイストリップを見ようの会にゲストで参加させていただくことが決定しました。とても嬉しいわ。はい、こちらについては、説明お願いします。2月24日に大島かおるとゲイストリップを見ようの会を大阪で開催することになりまして、うん、去年もね、実は大阪1回行ったんですよ。あ、そうなんだ。そう、その時もね、結構ね、こう漫画家さんが来て大盛り上がりだったんですけど、そう、2次元のものを3次元で表現するっていうイベントなんですけど、場所なんですけれども、大阪のロフトで開催することになります。で、1部は12時からと2部は18時からのありまして、予約の方は概要欄に載ってますので、そちらの方から予約していただければなと思います。チケットお買い上げお願いします。あー、来ちゃえばいいわよ、来ちゃえばいいわよ。そうですね、はい、そして、こちらですね、気になる2月の25日あら3days 目ですね。一体何かしら。こちらは、エンガブトークショー、エンガブの部屋 in 大阪。あー、やばいやばい、開催が決定いたしました。はい、大阪やっとですね、大阪での開催は、ね、とても嬉しいわ。はい、じゃあこちらの詳細お願いします。はい、こちらエンガブの部屋 in 大阪、2月の25日に、無事にですね、前回の動画でお伝えさせていただいたんですけれども、30名集まってくださいまして、開催させていただくことが決定いたしました。イエーイ。友達友達。場所はですね、ライブハウス D という会場になりまして、会場が12時からで、我々の出演時間が14時から16時の2時間、パフォーマンスをさせていただきます。12時から14時の間はですね、オープニングアクトの方が出演してくださいますので、ぜひぜひ会場の時間から、遊びに来ていただけたら嬉しいです。前回ですね、
30名というふうに歌わせていただいたんですけれども、うん、今回ライブハウスで開催させていただくことが決まりましたので、ここからこの動画を出した本日から追加募集をさせていただきます。すごい、もうライブハウスでやるんだったらたくさんの方に見ていただきたいですからね。そうですね、先日の秀樹さん の, あのバースデーのスペシャルのトークショーあったじゃないですか。あれもですね、私よくよく考えたらもう完全にワンマンみたいな感じだったじゃないですか。本当ですね。そうですよね。だから次のですね、大阪のトークショーもほぼ大阪でやるワンマンみたいなものなので、ワンマン来るわよね。もう見応えバッチリしてですね、ガンガン歌ってガンガン喋るという感じなので、うんうん、この際大阪近畿地方にいらっしゃる方はこぞっていらっしゃってください。関東から来てもいいのよ。あ、そうですね、西日本の方は全員来て、そうですね、うん、そういう感じになります。もう14時から16時、2時間、しかもライブハウスでね開催させていただくってことになってるから、うんうん、もう我々が持ってる曲ガンガン惜しみなく出しちゃいますよ。全部歌えますね。あー、言っちゃったの。言いました。あー、カモンレフケダッシュオスターレ。もう言っただけですからね、歌詞ね。はい、で、チェキ会ももちろん行わせていただきますので、こちらはライブの後になります、うん、ということで、2時から4時の間にライブ、トーク、チェキ会、物販ということで全て凝縮させていただいておりますので、あら、盛りだくさんだね。盛りだくさん ね、なんかツイッターとかツイキャスやってる時に、うん、大阪の方から大阪でもやってほしいって、うん、まあ、他の地域の方もねやってほしいっておっしゃっていただく方いっぱいいるので、うん、嬉しいな。まあ、この大阪 の, トークショーを足がかりにいろんな地域に行けたらいいですよね。行きたいわ、とっても行きたいわ。はい、なのでこの大阪の成功以下に今後の活動がかかっていると言っても過言ではございませんので。過言じゃないの。だいたい毎回圧かけっていう。そう、皆さんぜひ怖くないのよ、圧力。いらっしゃってくださいね。炊飯器だね。でさ、予約しなさい。予約してくださいね。ちゃんと見てますか。怖い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 。こちらのトークショーの予約方法については今までと同じく私たちのブログに記載させていただきますので、ツイッターやブログをぜひこの動画の後にチェックしていただければ詳細を確認できます。ちゃんと見なさい、ちゃんと見なさい。やめてよ、もう。見るのだ。はい、ということで以上が大阪の 3days の詳細になります。でも楽しみだわ。私たちが楽しみだよね。あ、うん、大阪が楽しみで。そうです。そうですね、まあ、観光できる時間あるかな。もしあれだったら多分そこの3日間って地域的にはそんなに遠くない場所だから、うんうん、そうだから、そこら辺でおすすめ の食べるスポットとかあったらぜひツイッターとかで教えてください。たこ焼き、たこ焼き、お好み焼き、お好み焼き。そう、場所とかじゃない、グリコ、場所、どちら場所だ。はい、というわけで、本日もご来店ありがとうございました。ぜひぜひ皆様大阪でお会いできることを楽しみにしております。というわけで本日もありがとうございました。せーの、おやすみなさーい。来なさい、来なさい。待ってまーす。